はい、皆さんこんにちは。原田のりかずです。今日ですね、足痩せに不可欠な大腰筋エクササイズをご紹介したいと思います。先日ですね、大腰筋が足痩せに不可欠なことはこの動画を見てよく分かったんだけど、その大腰筋どうやって鍛えたらいいの、できればデスクワーク中にもできるエクササイズ教えてほしいということでしたので、今日ね、大腰筋エクササイズ座ってやるバージョンをご紹介したいと思います。まずは足をですね、肩幅に開くんですけども、足、かなりね、お尻をまずは手前に座ります。座席の手前に座ってもらって、足を肩幅に開きます。で、男性はこのまま、女性は少しね、股関節を内旋、気持ち内旋します。内側にひねるとですね、こうですね、内側にこうじゃなくて、内旋ではなくて、少し内旋。この状態で、お腹に力を入れます。で、股関節、体が硬い方は、まっすぐ浅く座ってる状態よりも、少し、体を背筋伸ばしたまま、こう少しだけ後ろに後傾させます。これはダメですね。猫背はダメ。まっすぐよりも股関節の硬い方は少し体を後ろに倒す。こんな感じです。10度、20度ぐらいですね。で、股関節の比較的正常な可動域あるという方とか、あと柔らかい方はまっすぐにしておきます。この状態でお腹に力を入れたら簡単です。足を上げる。上げて、この太ももの付け根ですね。付け根の内側。この内側を意識して足を上げていきます。で、足を上げていくんですけども、この時に、上体が丸まらない、骨盤が後傾しない、骨盤から上が動かないことと、あともう一つ、上げてない方の足で地面を踏ん張る。地面を踏ん張って足を上げる。イメージ的には、上げてる方の足とついてる足。こういうイメージ、こういうイメージ。踏んで上げる。踏んであげる。みたいなイメージで、股関節、この付け根を意識して、小さな範囲で動かしていく。これでこの付け根を感じるようになるはず。お腹に力を入れることで腹筋とこの股関節の前面の大腰筋がうまく活動してくると思います。で、さっき言ったように骨盤こう丸まってくるような方では体幹弱い方が多いので、まあ、手をね持っていただければ体をちょっとねこのまま座ってもいいと思います。座ってもいいので、こう腰が丸まらない、骨盤が後傾しないようにちょっと気をつけて、まっすぐ座って手を持ってこのまま地面を踏ん張って足を上げてみてください。できるようやったら浅く座ってこの付け根を意識します。これでこの、ね、付け根の大腰筋がかなり活動してくると思います。で、もしこれが活動しない場合で、特に女性に多いのは内旋位で上げようとしているとやっぱり難しい方がいらっしゃいます。そういった場合は内旋で上げるんですけども、ちょっとね足を開いてみてください。開いてみて内旋して上げると必ずこの付け根効いてくるはずです。この大腰筋はね、上半身と下半身のインナーマッスルですので、このなかなか触ることがね、直接触って、例えば腕の二頭筋、この上腕二頭筋だったら触って分かるんですけども、なかなか手で感じ、重性、手で感じにくい場所なので、この付け根、一番付け根がね、感じやすくなります。もちろんこの内臓の、ね、この奥に入ってますので、このお腹周りの筋肉も動いているんですけども、大腰筋自体は、このね、付け根をすごくね、意識するといいかと思います。この外ではなくて、この内側、上げてる足の内側を意識して、この大腰筋、小さく長く動かしてください。足をね、こう大きく動かすよりも、この小さく動かすことで、大腰筋は一番働けます。立って、こう足を上げるっていう、この下から上げる動作では、太ももの前面とかね、横の筋肉、大腿筋、膜張筋とか、大腿直筋とか、あとはまあ、恥骨筋とか、いろいろそういった股関節の上げる、力にかかる筋肉が動きますけども、この90度付近で足を上げるっていうのは、やっぱり大腰筋が一番使いやすくなりますので、座ってデスクワーク中には、このね、足を上げる、少し開いてから上げる。これがポイント。女性はやや内旋で上げる。これを意識してみてほしいなと思います。今日は大腰筋エクササイズ、座ってできる場合デスクワーク中にもできますので、ぜひお試しください。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また明日もお会いしましょう。さよなら。